江戸川乱歩作、人出なしの恋、後編。それ以来、私は幾度闇夜の蔵へ忍んでいったことでございましょう。そしてそこで夫たちのさまざまの睦事を立ち聞きしては、どのように身も世もあらぬ思いをしたことでしょう。その旅ごとに、どうかして相手の女を見てやりましょうといろいろに苦心をしたのですけれど、いつも最初の晩の通り、蔵から出てくるのは夫の門野だけで、女の姿なぞはちらりとも見えはしないのでございます。ある時はマッチを用意していきまして、夫が立ち去るのを見すまし、そっと蔵の2階へ上がって、マッチの光でその辺りを探し回ったこともありましたが、どこへ隠れる暇もないのに、女の姿はもう影もささぬのでございます。そしてある晩のことでございました。私はふと妙なことに気づいたのでございます。それは蔵の2階で角野たちのいつもの仰せが済みまして、角野がいざ2階を降りるというときに、パタンと軽く何かの蓋の閉まる音がして、それからカチカチ城前でもおろすらしい気配がしたのでございます。よく考えてみれば、この物音はごくかすかではありましたが、いつの晩にも必ず聞いたように思われるのでございます。蔵の2階でそのような音を立てるものは、そこにいくつも並んでいます長持ちのほかにはありません。さては、相手の女は長持ちの中に隠れているのではないかしら。生きた人間ならば食事も取らなければならず、第一息苦しい長持ちの中にそんな長い間忍んでいられよう道理はないはずですけれど、なぜか私にはそれがもう間違いのない事実のように思われてくるのでございます。そこへ気がつきますと、もうじっとしてはいられません。どうかして長持ちの鍵を盗み出して、長持ちの蓋を開けて、相手の女目を見てやらないでは気が済まぬ。何、いざとなったら食いついてでも引っかいてでも、あんな女に負けてなるものか。もうその女が長持ちの中に隠れていると決まりでもしたように、私は歯ぎしりを噛んで夜の開けるのを待ったものでございます。その翌日、角野の手文庫から鍵を盗み出すことは案外やすやすと成功いたしました。その自分には、私はもうまるで夢中ではありましたけれど、それでも十九の小娘にしましては身に余る大仕事でございました。それまでとても眠られぬ夜が続き、さぞかし顔色も青ざめ、体も痩せ細っていたことでありましょう。幸いご両親とは離れた部屋にお寄付ししていましたのと、夫の門野はあの人自身のことで夢中になっていましたのとで、その半月ばかりの間を怪しまれもせず過ごすことができたのでございましょう。さて、鍵を持って昼間でも薄暗い冷たい土の匂いのする土蔵の中へ忍び込んだ時の気持ち、それがまあどんなでございましたか。よくまああのような真似ができたものだと今思えば一層不思議な気もするのでございます。角野家は町でも知られた旧家だものですから、蔵の2階には先祖以来のさまざまの古めかしい品々が、まるで骨董屋の店先のように並んでいるのでございます。三方の壁には今申す二塗りの長持ちがずらりと並び、一方の隅には
昔風の縦に長い本箱が5つ6つ。その上には本箱に入りきらぬ黄拍子、青拍子が虫の食った背中を見せて埃まみれに積み重ねてあります。棚の上には古びた軸物の箱だとか、大きな門のついた両掛け、つづらの類、古めかしい陶器類、それらに混じって異様に目を引きますのは、お歯黒の道具だという巨大なお椀のような塗り物、塗りだらい、それには皆年数がたって赤くなっていますけれど、一つ一つ金門が蒔絵になっているのでございます。それから一番不気味なのは、階段を上がったすぐのところに、まるで生きた人間のように鎧びつの上に腰掛けている二つの飾り具足。一つは黒糸脅しのいかめしいので、もう一つあれが火脅しと申すのでしょうか。黒ずんで、ところどころ糸が切れてはいましたけれど、それが昔は火のように燃えてさぞかし立派なものだったのでしょう。兜もちゃんといただいて、それに鼻から舌を覆うあの恐ろしい鉄の表までも揃っているのでございます。昼でも薄暗い蔵の中でそれをじっと見ていますと、今にもコテすね当てが動き出して、ちょうど頭の上にかけてある近江の槍を取るかとも思われ、いきなりキャッと叫んで逃げ出したい気持ちさえいたすのでございます。小さな窓から金網を越して、淡い秋の光がさしてはいますけれど、その窓があまりに小さいため、蔵の中は炭の方になると夜のように暗く、そこに蒔絵だとか金具だとかいうものだけが魑魅魍魎の目のように怪しく鈍く光っているのでございます。その中であの生き霊の妄想を思い出しでもしようものなら、女の身でどうまあ辛抱ができましょう。その怖さ恐ろしさをやっとこらえて、ともかくも長持ちを開くことができましたのは、やっぱり恋という癖者の強い力でございましょうね。まさかそんなことがと思いながら、でもなんとなく隙見悪くて、一つ一つ長持ちの蓋を開くときには、体中から冷たいものがにじみ出し、はっと息も止まる思いでございました。ところがその蓋を持ち上げて、まるで棺の中でも覗く気で、思い切ってぐっと首を入れてみますと、予期していました通り、あるいは予期に反して、どれもこれも古めかしい衣類だとか、ヤグ、美しい文庫類などが入っているばかりで、何の疑わしいものも出てはこないのでございます。でも、あの決まったように聞こえてきた、蓋の閉まる音は、錠前の降りる音は、一体何を意味するのでありましょう。おかしい、おかしい、と思いながら、ふと目に留まったのは、最後に開いた長持ちの中に、いくつかの白木の箱が積み重なっていて、その表に、ゆかしいお家流で、おひなさまだとか、五人林だとか、三人定子だとか、書き記してあるひな人形の箱でございました。私はどこにも恐ろしいものがいないことを確かめて、いくらか安心していたのでもありましょう。その際ながら、女らしい好奇心からふとそれらの箱を開けてみる気になったものでございます。一つ一つ外に取り出して、これがおひなさま、これが左近の桜、右近の橘と
見ていくに従って、そこに小脳の匂いと一緒に何とも古めかしくもの懐かしい気持ちが漂って、昔もののきめ細やかな人形の肌がいつとなく私を夢の国へいざなっていくのでございました。私はそうしてしばらくの間はひな人形で夢中になっていましたが、やがてふと気がつきますと、長持ちの一方の側に他のと違って三尺以上もあるような長方形の白木の箱が、さも貴重品といった感じで置かれてあるのでございます。その表には同じくお家流で拝領と記されてあります。何であろうとそっと取り出して、それを開いて中のものを一目見ますと、はっと何かの気に打たれて、私は思わず顔を背けたのでございます。そしてその瞬間に、霊感というのはああした場合を申すのでございましょうね、数日来の疑いがもうすっかり解けてしまったのでございます。私が長持ちの中で見つけました人形は、後になって門野のお父様にそっと尋ねして知ったのでございますが、殿様から拝領の品とかで安政の頃の名人人形師立木と申す人の作と申すことでございます。真っ赤に充血して何かを求めているような厚みのある唇、唇の両脇で二段になった包茎、物言いたげにパッチリ開いた二重まぶた、その上に応用に微笑んでいる濃い眉、そして何よりも不思議なのは、歯ぶたへで紅綿を包んだようにほんのりと色づいている微妙な耳の魅力でございました。その華やかな情欲的な顔が、時代のために幾分色が褪せて、唇のほかは妙に青ざめ、手垢がついたものか、滑らかな肌がぬめぬめと汗ばんで、それゆえに一層悩ましく、なまめかしく見えるのでございます。薄暗く小脳臭い土蔵の中でその人形を見ました時には、ふっくらと格好よく膨らんだ乳のあたりが息をして、今にも唇がほころびそうで、そのあまりの生々しさに私ははっと身震いしたほどでございました。まあなんということでございましょう。私の夫は命のない冷たい人形を恋していたのでございます。この人形の不思議な魅力を見ましては、もうそのほかに謎の解きようはありません。人嫌いな夫の性質、蔵の中のむつごと、長持ちの蓋の閉まる音、姿を見せぬ相手の女、いろいろの点を考え合わせて、その女と申すのは、実はこの人形であったと解釈するほかはないのでございます。これは後になって二三の方から伺ったことを寄せ集めて想像しているのでございますが、角野は生まれながらに夢見がちな不思議な性癖を持っていて、人間の女を恋する前に、ふとしたことから長持ちの中の人形を発見して、それの持つ強い魅力に魂を奪われてしまったのでございましょう。人でなしの恋、この世の他の恋でございます。そのような恋をする者は、一方では生きた人間では味わうことのできない悪夢のような、
あるいはまたおとぎ話のような不思議な陥落に魂をしびらせながら、しかしまた一方では絶え間なき罪の呵責に責められて、どうかしてその地獄を逃れたいと焦りもがくのでございます。角野が私をめとったのも、無我夢中に私を愛しようと努めたのも、皆その儚い苦悶の後に過ぎぬのではないでしょうか。しかしその当時の私は恋に目がくらんでいたのでございましょう。私の恋がたきが相手もあろうに生きた人間ではなくて、いかに名作とはいえ冷たい一個の人形だと分かりますと、そんな泥人形に見返られたかと、もう悔しくて、悔しいよりは畜生道の夫の心が浅ましく、もしこのような人形がなかったならこんなことにもなるまいと、果ては立ち木という人形師さえ恨めしく思われるのでございました。ママよ、この人形目のなまめっかしいシャッツラをたたきのめして、手足を引きちぎってしまったなら、角のとてまさか相手のない恋もできはすまい。そう思うと、もう一刻も猶予がならず、その晩念のためにもう一度夫と人形との仰せを確かめた上、翌早朝蔵の2階へ駆け上がった。とうとう人形をめちゃめちゃにひっちぎり、目も鼻も口もわからぬように叩きつぶしてしまったのでございます。こうしておいて夫のそぶりを注意すれば、まさかそんなはずはないのですけれど、私の想像が間違っていたかどうかわかるわけなのでございます。そうしてちょうど人間の歴史人のように、人形の首、胴、手足とバラバラになって、昨日に変わる醜いむくろを晒しているのを見ますと、私はやっと胸をさすることができたのでございます。その夜、何も知らぬ角野はまたしても私の寝息を伺いながら、ぼんぼりをつけて外の闇へと消えました。申すまでもなく人形との仰せを急ぐのでございます。私は眠ったふりをしながら、そっとその後ろ姿を見送って、一応は小気味のよいような、しかしまたなんとなく悲しいような不思議な感情を味わったことでございます。そうしてどれほど待ったことでしょう。待っても待っても夫は帰ってこないのでございます。壊れた人形を見た上は、蔵の中に何の用事もないはずのあの人が、もういつもほどの時間も経ったのになぜ帰ってこないのでしょう。もしかしたら相手はやっぱり人形ではなくて生きた人間だったのでしょうか。それを思うと気が気でなく、私はもう辛抱がしきれなくて、床から起き上がりますと、もう一つのぼんぼりを用意して闇の茂みを蔵の方へと走るのでございました。蔵のはしご段を駆け上がりながら見れば、例の落とし戸はいつになく開いたまま、それでも上にはぼんぼりが灯っていると見え、赤茶けた光が階段の下までもぼんやり照らしております。ある予感にはっと胸を躍らせて、ひとっ飛びに上へ飛び上がって、旦那様と叫びながらぼんぼりの明かりに透かしてみますと、私の不吉な予感は的中したのでございました。そこには
夫のと人形のと二つの袋が折り重なって板の間は血潮の海。二人のそばに家十代の名刀が血をすすって転がっていたのでございます。人間と土くれとの情思、それが滑稽に見えるどころか何とも知れぬ厳粛なものがさーっと私の胸を引き締めて、声も出ず涙も出ず、ただもう呆然とそこに立ち尽くすほかはないのでございました。見れば私に叩きしがれて、半ば残った人形の唇からさも人形自身が血を吐いたかのように血潮の筋がひとしずく、その首を抱いた夫の腕の上にたらりと垂れて、そして人形は断末魔の不気味な笑いを笑っているのでございました。